号にキスしてあげよ。宇宙絶対に負けないとだな。ヒロ、今日も帰ったらバトルカードで勝負でら。いいぜデラックス、俺の強化されたヒーローデッキでやっつけてやるぜ。最近僕たちはバトルカードというカードゲームにハマっている。とその前にちょっと買い食いして帰ろうぜ。いいでらよ、お菓子でエネルギーチャージでら。いらっしゃい。おばちゃん、うめえ棒一つちょうだ。でよー、 どうしたのヒロ。あんなところにバトルカードのバッグが。絶対に負けないといけない腕相撲。びっくりさせないでよヒロ、ちょっと驚きすぎだよ。でららバトルカードのパックでら。デラックスも。あーそっか、売り切れ続出でなかなか手に入らないんだっけ。そうなんだよ、やっと出会えたぜ。おばちゃん、このカードパック俺らに売ってくれでら。あらあら、元気がいい子たちだね。いいわよいいわよ。ただ困ったね、残りあと一つしかなくっての。ヒロ、ここはオイラに譲るでら。なんでだよ、俺が先に見つけたんだぞ。そんなの関係ないでら。ヒーロー目指してるんだったら貧しい子供のオイラに譲るでら。何言ってんだデラックス、この前箱買いしてただろ。でな、なんで知ってるでら。たまたま買ってるとこ見たんだよ。俺は譲らねえぞ。でらら、それはオイラだって同じでら。でらら、ちょっと二人とも落ち着いて。ヒロタン、デラタン、メラメラ。おやおや、坊やたち、どちらも譲れない思いがあるみたいだね。あ、でら、だったら腕相撲勝負で決めるのはどうかの。腕相撲？絶対に負けねえからな。カードをゲットするのはオイラでら。熱い男同士の戦い、あたしも若い頃はそうやってあたしを奪い合う男たちがたくさんいたものじゃ。おばちゃんをでら、懐かしいね。あ、そうじゃ、勝った方には特別に追加でご褒美をあげようかの。え、マジ？やっほー、お菓子とかか。あたしのキスじゃ。いらねえ。いらないでら。あ、なんじゃ、嫌なのか。いや、カードだけで大丈夫だよ。なあデラックス。そうデラ、オイラたちそれだけで。遠慮するんじゃないよ、カードにキス、その両方を手に入れる男はどっちか楽しみだね。負けたいデラ。カードパックはまたいつかどこかで買えるかもしれない。でもおばちゃんとキスした思い出は一生残るデラ。この勝負絶対に負けないとデラ。それじゃ腕相撲スタートじゃ。そうとなりゃ早速。デラックスが強くていきなり負けそうだ。自分が負ける方にわざと力を入れて。あれ、動かねえ。いやー、ヒーローはやっぱり強いでらな。わざと負けようなんてそうはいかないでら。デラックスやるな。だったらラー UFO だ。え、よし今だ。うわー、デラックスが強すぎる。しまったでら。うわー、くそ、あと少しで負けられたのに。ん、負ける。あー、いやー、危なかったな。この二人どっちも負けたがってるんじゃ。そっちがその気ならこっちだって。ヒロ、8たす5たす3引く5たす7は、8たす5が、ヒロ、答えは18だよ。18かって、うおー、隙ありだな。やっべー、勝っちまう。あと少しで負けたでらのに。ん、負け？ん？デラ、あ、危なかったデラな。やっぱりヒロ強いデラな。やっぱり負けたがってるな、これは。というか飯沼くん、答えを教えるなんてずるいデラよ。そんなの卑怯デラ。ごめん、つい。あ、そうだ、デラックスの言う通りだ。確かに今のは卑怯だった。そうデラ、そうデラ。というわけでお詫びにハンデとして、葵、俺の体をくすぐってくれ。何言ってんの。じゃあ行くよ。こちょ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 。よし、続けるぞデラックス。でも笑って力が。まずいデラ、この状況でオイラが負けるのは不自然デラ。どうしようデラ。なんか楽しそう、トコタンもくすぐりさんやれ。え、こちょちょデラ、デラ、いや、何するデラか。キジ沼くんに救われたデラ。デラ、いや、何この状況。やるな、デラックス。ヒロこそデラ。うわー、長い勝負だね。確かにもう30分もこんな感じデラ。
こうなったら最終奥義でら。でら、なんだか急にお腹が痛くなってきたでら。デラちゃん大丈夫？いや、これはとてもじゃないけど大丈夫じゃなさそうでら。ちょっと病院に行かないといけないかもしれないでらな。そういうわけで今回の腕相撲はおいらの負けでいいでら。な、何？でらら、最終奥義下病でら。これでこの勝負はおいらの負けでら。そう、デラックスのやつ最終奥義使ってきやがった。体調不良で俺に勝ちを譲るといういかにもいいやつな感じで負けるつもりだな。でもそうはさせねえぞ。うん、ではヒーローのこの勝ちで。あったー。大丈夫かよデラックス。まあ体調悪いなら仕方ねえよな。ここは俺が負けってことにしてやるぜ。なんだとデラー。ヒーローとしては弱い者に勝ちを譲ることも大事だからな。この状況でヒーローキャラを生かしたいいやつアピールで勝ちを譲る気デラ。最初はカードパックを譲ってくれなかったくせにデラ。おやまあ、なんて友達思いのいい子なのじゃ。じゃあそこのおにぎりくんの勝ちで復活。気のせいだったデラ。やっぱり仮病だったんだ。その後も2人の絶対に負けなければいけない戦いは続いた。なんとくしゃみで負けそうに。なんと急に踊り出したくて負けそうでら。よくわかんないけどなんかで負けそうに。なあデラックス、なんだか負けそうでら。私の気質をかけてこんなに熱く戦ってくれるなんて嬉しいね。違う、それがいらないでな。ヒロもデラックスももうすぐお店が閉まる時間だよ。わかってるよ。これで最後でな。行くぞデラックス。わかったでな。腕がつって大変なことに。おいらは肩が外れちゃったかもでな。でな、二人とも大丈夫？いて、今どっち負けた？いや、同時に倒れたような。よし、もう一回。ストップ。もうお店も閉まっちゃうし、今回のところは引き分けってことでいいんじゃ。引き分け。その手があったでな。引き分けか。まあ勝負がつかないなら仕方ねえよな、デラックス。そうでらね。仕方ないでら。今回は引き分けで。まさか私のキスが欲しくてここまで頑張るなんての。いや、どっちかというといらなくて頑張ってたと思うんですけど。いい勝負を見させてもらったご褒美にこのカードパックが入荷したらタダで2人ともにプレゼントしよう。マジ？やっほー、やったなデラックス。デラ、頑張った甲斐あったデラ。キスも防げたし。それとさらに、まだなんかくれんのか。ご褒美に2人どちらにもキスしてあげよう。ぶっちゅー。結局2人ともおばちゃんの熱いキスを受けるのであった。